ご視聴いただきましてありがとうございます。本日私は関西スーパーの臨時株主総会の会場に来ております。関西スーパーがですね、H2O 参加なのか、それとも、反対多数によってですね OK が TOB を仕掛けていくことになるのか、その瞬間といいますかですね、見届けるためにですね、私関西スーパーの15年来の株主もありますんでですね、来てみた次第でございます。マスメディアの方もですねたくさん来ておられますね。現在休憩中でございます。株主総会、臨時株主総会ですけども、いった感想というか、まあ、特段荒れることもなくですね、なんか経営陣の方もですね、なんか余裕というかですね、まあ、どっしりと構えてるなという感じでしたね。経営に反対だと、統合に反対だという意見もあって拍手する場面もあったんですけども、それもごく一部の人かなというような局地的なかなと、統合に賛成だと、経営統合に賛成だという人もいたんでですね、多分その流れに持っていくんじゃないかなと、流れになっていくんじゃないかなという気がします。あとなんか質問そのものはですね、なんかいわゆるトレーダーとかですね、投資家のような質問というよりはですね、関西スーパー頑張ってくれみたいなですね、まあどっちかというと和気あいあい的な質問もですねあったりとかしてですね、そういう意味ではですね、なんかこのまますんなりと、系統に進んでしまうかなという気はします。ただいま午後2時を回ったところです、たった今ですね採決が終わりました。事前でですね決まったというわけではないということなんで、会場の人の採決によってですね、決まるのではないかということです。先ほどまでの質問の時間はですねだれてるなと思ったんですけど、採決するのっていうのはですねこんなに疲れるのかというのがですね正直な感想ですね。今衆議院議員選挙がですね公示期間中なんですけれども、まあ、選挙なんていうのはですね、まあ、支持する政党にですね、入れりゃしまいだみたいなことをね、思うんですけれども、この関西スーパーの採決に関してはですね、まあなんか疲れましたね。仮に OK さんに買収されようがですね、H2O さんに参加になろうがですね、まあどっかで他人事だよなとは思ってたんですけども、決断するという重みというものをですね、感じてしまいましたね。あなたの一票が、明日の日本とかですね、未来の日本を変えるのですか、支えるのですか、いうようなことをですね、選挙の時はよく言うんですけどもですね、あれはですね、やっぱり緊張感がないですよね。全然響かないんですけど、今回のこの関西スーパーのですね、採決に関してはですね、ちょっと私ともう緊張でですね、今も緊張して足が震えているような状態です。まあ、ちょっとこれマスメディアの方も結構映ってるかと思います。これで午後3時にですね、採決の結果が分かるということなんで、それまでまた休憩というのは。今は3時を過ぎました。3時を過ぎてもですね、どちらかというのが分からないという僅差だそうです。で、4時に、また再び集合ということです。また、改めてご報告いたします。そうですね、まあ、今日に至るまでは本当に関西スーパー様とご一緒したいということしか考えてもありませんでしたので、具体的な方法はまたこれからしっかり戦略練り直してですね、行きたいと思います。はい、66.68% という数字についての結果をお願いします。お題組を終わります。そうですね、本当にギリギリでしたので、当然悔しい思いございますけれども、もうそれはそれも含めて3分の2以上ということなので、それはもうそのまま受け入れたいと思います。はい、ありがとうございました。こちらの終了したいと思います。はい、すいません、ありがとうございました。ただいま関西スーパーの株主総会が終わりました。H2O リテイリングとの経営統合は 66.68% という僅差で可決、賛成多数で可決になりました。今少し前にですね OK の社長さんがですね会見をといいますか記者会見をされて、特に何か決まっていないみたいなことは言ってましたけど、特に会場もですね、特に怒号が渦巻くということもなくですね、決まった後は拍手で、まあ、結構大きめの拍手だったんじゃないかなと思います。
もちろん反対してるんだろうなとこの人はっていう人はですね、特に拍手はなかったんですけれども、これも、なんとか無事、まあ、無事という言い方をしていいのかどうか分かりませんけど、関西スーパー側の、思惑通りに進んだという言い方をしていいのかどうか分かりませんが、私は正直言いますと反対の方に、一票と言いますか、反対の方にチェックシートを入れたんですけれども、まあ、そんでもですね、すがすがしいというかですね、すがすがしい思いですね、そうですね、こんだけドキドキしたのはですね、2015年のですね、大阪市廃止分割のですね、住民投票を見ている時、それ以来だったと思いますね。流通紙のですね、歴史に立ち会えたような気分ですね、本当幸せのような、幸せ感ではありません、ね、幸せに溢れております、いやとりあえず良かったんじゃないかなと、まあ、私反対をしましたけれども、これでですね、まあきつい言い方すればね、ぬるい経営かなというような気もするんですけど、まあそれはね、株主の皆さんが決めたことですし、ね、もうこればかりはですね、もういや良かったなという、本当なんかボクシングでですね、本当戦い終わった後にこう抱き合うようなですね、そんなようなすがすがしさも私は持ち合わせております。今衆議院選挙起こってるんですけどもね、衆議院選挙でね、あなたの一票で日本が変わるといったところでですね、やはりそこにはやっぱり緊張感がなかったわけなんですね。今回この経営統合案に関してやっぱり終始緊張感が漂ってまして、本当会見の、役員の姿とか見ててもドヨーンとしたような感じでですね、本当にもう今までシャンシャン総会がほとんどなんですけどね、株主総会なんていうのは、それに比べると本当どうなるんだろうと思いました。私も本当これはもうこればかりはですね、もう僕も疲れました。今は、何か株主さんの方にですねインタビューを取ってたりとか、しているところですね。もう山場みたいなところはもうここから見る限りはもう終わった感じです。もう OK の社長さんも変えられたようなので、そうですね、といったところで、以上、本日は関西スーパーの臨時株主総会の模様をお伝えしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。